大東亜戦争最初の特別攻撃隊を指揮したのが鎮魂の司令佐々木ハンク少将です。最初の特別攻撃隊というと陸軍万田隊、海軍引島隊を思い浮かべる人が多いと思います。実は日本軍による特別攻撃は海戦時の真珠湾攻撃において特殊先行艇部隊によってなされています。ただこの当時は体当たりして懺悔するものではありませんでした。けれど後に旧軍神となる佐々木直次中佐は出撃にあたり、身はたとえ異教の海に発るとも守らで山地大和三国をと呼んで生還かなわぬ覚悟を示しています。佐々木少将は特別攻撃隊をシドニーでも指揮しています。敵軍の司令官ブルード海軍少将は特殊先行艇で懺悔した隊員たちを手厚く弔い、彼らの勇気は一国のみのものではないと称えました。戦後日本人は盗賊団のもと強盗を働いた蛮族のように先人のことを思い込まされました。欧米列強から広告日本を守りたい大和魂は倒れて後やむ意を決し、佐々木ハンクは自ら率いた隊の魂を鎮めるために真の史実を鎮魂の海に表しました。